卓球アジア選手権第3日9日カザフスタン・アスタナ女子団体決勝で世界ランク2位の日本が同1位の中国を3対1で破り2大会ぶりの優勝を飾った中国が出場した大会での制覇は1974年横浜大会以来50年ぶりの歴史的快挙となったシングルスの世界ランク7位の張本美は16 イコール木下グループイコールが第1試合で同4位の大芸道を第4試合では同1位でパリ五輪リ銀の孫栄さから共に3対2で金星を挙げた平野美宇24イコール木下グループイコールも同6位の陳光同を3対1で破った写真張本美は中学の制服姿の1枚歴史を動かしたのは16歳だった マッチポイントで長本がサーブで攻めて4球目、中国の孫の球が帰ってこない。ついに王国に勝った、満面の笑みで小走りでベンチにかけた、平野に抱き寄せられ、伊藤、団体戦で出番がなかった早田ひな、24、とハイタッチ。高い壁と見てきたシングルス世界1位の女王に競り勝ち、50年ぶりに中国を破って頂点に立った。 パリ五輪で左腕を負傷した早田を欠く布陣。1 1から平野がチンを破り、歴史的勝利に王手をかけて長本にバトンが回ってきた。過去6連敗の強敵に 2G を選手されたが、表情は変わらなかった。第 3G の5-6、タイムアウトを取り、ベンチの早田の助言にうなずく。そこから、磨いてきたフォア、逆回転のサーブと多彩な攻防で5連続得点。 流れを引き戻した第 4G では孫のフォアを拾い中陣台から一歩引いた位置のラリーからバックでクロスに決めるスーパープレー孫のサーブにも対応し緩急をつけたバックでミドルに厳しく攻めるなどラリーで圧倒した